雲の糸芥川龍之介。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を1人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある。金色の髄からは何とも言えない。良い匂いが。 絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょうやがてお釈迦様はその池の縁におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりましたこの極楽の蓮池の下はちょうど 地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底に神田,田という男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この 神田,田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのはある時この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹道端を這ってゆくのが見えました。そこで神田田は 早速足を上げて踏み殺そうといたしましたがいやいやこれも小さいながら命のあるものに違いないその命をむやみに取るということはいくら何でもかわいそうだとこう急に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございますお釈迦様は 地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、 極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけておりますお釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって玉のような白蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしなさいましたこちらは 地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神型でございます。何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますとそれは恐ろしい針の山の針が光るのでございますからその心細さといったらございません。その上 あたりは墓の中のようにしんと静まり返ってたまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神棚も。 やはり血の池の血にむせびながらまるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりましたところがある時のことでございます何気なく神田太が頭を上げて血の池の空を眺めますとそのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸が まるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか神田たはこれを見ると思わず手を打って喜びましたこの糸にすがりついてどこまでも登ってゆけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いやうまくゆくと 極楽へ入ることさえもできましょうそうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば血の池に沈められることもあるはずはございませんこう思いましたから神忠田田は早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました もとより大泥棒のことでございますからこういうことには昔から慣れきっているのでございますしかし地獄と極楽との間は何万里となくございますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られませんややしばらく登るうちにとうとう神棚もくたびれてもうひとたぐりも上の方へは 登れなくなくってししままいましたそこでしかたがございませんからまずひと休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながらはるかに目の下を見下ろしましたすると一生懸命に登ったかいがあってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れておりますそれから あのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいましたこの分で登っていけば地獄から抜け出すのもが言わけがないかもしれませんダタは両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で「閉めた閉めた!」と笑いましたところが ふと気がつきますと蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけてまるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。カンダタはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。 自分一人でさえ切れそうなこの細い雲の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょうもし毎日途中で切れたといたしましたらせっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりませんそんなことがあったら大変でございますがそういううちにも 罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から2つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神ダタは大きな声を出してこら 罪人どもこの蜘蛛の糸は俺のものだぞお前たちはいったい誰に聞いて登ってきた降りろ降りろとわめきましたそのとたんでございますいままで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神タのぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れましたですから神タもたまりません あっという間もなく風を切ってコマのようにくるくる回りながらみるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました後にはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。 お釈迦様は極楽の蓮池の縁に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて神田タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶらお歩きになり始めました自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田タの無慈悲な心が。 そしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様のお目から見るとあさましくおぼしめされたのでございましょうしかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことに頓弱いたしませんその玉のような白い花はお釈迦様のお宮師の周りにゆらゆらうてなを動かして そのなかにある金色の髄からはなんともいえないよいにおいが絶え間なくあたりへあふれております」「極楽ももう昼に近くなったのでございましょう」